ねえ、佐々木。何でしょうか。昨日はバタバタしていてお礼を言えていなかったから。いえ、お礼など。それにあれは偶然の産物でして。仮に偶然であったとしても、私が助けられたのは事実よ。佐々木がうまく取りなしてくれたおかげで、私はこうして仕事を続けていられる。これはお礼に。卵焼きですか。梅干しは好きだけど酸っぱいものが苦手だと言っていたでしょ。卵で閉じたら梅の風味を気軽に楽しめるって知り合いに聞いたから。星崎さんが作ってくださったんですか。声が大きいわよ。すみません。まあよかったら家に帰ってからでも食べてみて。てぇ、どうしてあなたが食べちゃうのよ。わしとこやつは一蓮托生じゃからな。毒味じゃ。毒なんか入ってないわよ。もうすごく美味しいですね。え、そう。マヨネーズをつけるとまた違う旨味が。ちょっと、なんじゃこれの。どこが素材への深い愛情と繊細な心遣いを持っている人間なのよ。あ、何の話じゃ。もしかしてお主、わしらの仲良しっぷりに焼きもちを焼いておる。あーんじゃ。